ペイン、彼が来たわ。サスケの方はいい感じだ。シャリンガンの力を十二分に発揮していた。木は熟した。そろそろ木の葉も動き出す頃だ。では九尾の方は。お前とコナンで彼、失敗は許さん。わかった。一応気をつけておけ。あの渦巻きナルトはもはやただのガキではない。今や大層な術を身につけ仲間も多い。簡単にはいかんぞ。ターゲットを恐るべしとする言葉は塵に等しい。ペインは負けたことがないのだから。ま、それもそうだな。第6章、地雷や豪傑物語。よう、綱で。地雷屋か。珍しいな、突然ここに来るなんて。ああ、ちょっと珍しい情報を手に入れたんでな。珍しい情報？喜べ。暁のリーダーの居場所が判明した。何？それは本当か？詳しく話せ。というわけだ。なるほど。雨が来れか。うん。そこでは、暁のリーダーはペインという名で崇められているそうだ。あそこは極めて閉鎖的な里だ。調べるにはいろいろと手間がかかるな。ああ、だからここはまずわしが潜入し調べてくる。おい、一人じゃ危険すぎる。ふ、大丈夫だ。わしを誰だと思っている。伝説の三人が一人、地雷屋様だぞ。しかし、あの里に侵入し情報収集できる者などこの里ではわし以外におるまい。必ず生きて帰ってこい。お前にまで死なれたら私は。泣いてくれるのか。こりゃ嬉しいの。バカな。心配するな、わしなら大丈夫だ。そう簡単にくたばりはせん。安心しろ。ああ。さあ、それじゃあ早速行ってこようかの。情報は鮮度が命だからな。地雷屋。じゃあの。綱で。目指すは雨がくれか。まずは天地橋を目指すかの。懐かしいの。長かった修行も終わりが見えてきたな。よくここまで諦めずに耐え抜いたの。へ
俺ん中に諦めるなんて言葉はないってばよ。では本当に諦めることがないか、それを試させてもらおうかの。お、それが今日の修行？そうだ、別に小難しいものではない。これまでの成果を試す実践修行だ。わしとお前の一対一の真剣勝負、身についたものすべてをわしに見せてみろ。俺の身についたものか。ただし今回はわしも本気で行く。生半可な力じゃ軽くひねられると思え。へっ、エロ仙人こそ俺の力見てビビんじゃねえぜ。その意気だ。それじゃあ始めるかの。行くぜエロ仙人。さてどの程度になったかの。甘い部分はあるが確実に強くなっている。それに まだ終わってねえ。この精神力、そして諦めないど根性。エロ仙人、もう一勝負だってばよ。いや、ここまでだ。お前の力はよくわかった。俺ってば、まだやれる。やられっぱなしってのは気が済まねえ。エロ仙人。なんだよ、いきなり笑ってさ。どうやら、しっかり受け継がれているようだの。は？何の話だってばよ。いや、何でもない。こちらの話だ。ふん？あの時の目、そして筋金入りの根性。親子揃ってそういうところは似ておるの。
さて、そろそろ行くかの？天地教はもう少しといったところか。いよいよだの。これは。どうしたペイン。俺の雨を遮る奴がいる。このチャクラの感じ、かなりの使い手だ。どうする。考えるまでもない。俺の障害となるものは全て消す。ただそれだけだ。それじゃあ。ああ、準備してくる。その間は任せるぞ、コナン。わかった。潜入成功だの。雨がくれか。どうにもあいつらを思い出してしまうな。あれはまだ第二次臨海大戦が終わりの見えぬトンネルの中にあった頃。わしと綱で、そしておろし丸は雨隠れとの戦争に参戦。そこで、あの三人に出会った。ヤシコ。コナン。そして、ナガト。三人とも、親を戦争で亡くした孤児であった。その三人を不憫に思ったわしは、せめて自立ができるまで面倒を見ることにした。同じ屋根の下での束の間の安らぎ。戦火の爪痕が残る雨隠れであっても、三人は少しずつたくましく成長していった。わしも今になって思えば、なかなかに楽しいひとときを過ごした。それから数年、三人はいくつかの紛争で名を売ったが、その後死んだと風の噂で聞いた。こういう世の中だ。仕方ないのだろうが、やるせないの。といかんな。今物思いにふける時ではない。わしはわしにできることをやらねば、つなれにもあの三人にも笑われてしまう。よし、始めるかの。いつの間にか雨が止んでいたか。止まった雨は戦いの幕が開けたことを意味する。この声は不届きなる者に神が天罰を与える時間だ。は、懐かしいの。つい先ほどお前のことを思い返していたところだ。だが、よもやこんな場所で再会するとは思ってもみなかった。
コナン。見ない間に随分といい女になったもんだの。木の葉の者がここに何用だ。暁のリーダーを調べにの。しかしそこでお前が引っかかるとは。ということは残りの弥彦と長門、そのどちらかがペインということか。それを知ったところでどうにもならない。あなたはここで命を落とすのだから。言うようになったの。すでにあなたと私たちは異なる立ち位置にある。願いも思想もあの頃とは違うのよ、ジライア先生。ふっ、ジライア先生か。なぜ暁に見ようとした。お前はあの三人の中でもとりわけ優しい心の持ち主だったはず。そんなお前がなぜ。先生はあれからの私たちを知らない。何が起こり、何を考え、何のために生き抜いたか。コナン。所詮先生に私たちを理解することなどできない。あなたはもう過去の人。暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。ただ消すのみ。共に過ごした時間は短くとも、あの時わしとお前たちは間違いなく師弟だった。かつての弟子の不始末、師であるこのわしがケリをつけねばなるまい。無駄なこと。無駄かどうかはやってみなければわかるまい。今より舞うは爆発同時の暴れ舞い。氷点同時の超絶忍術、斧が眼に焼き付けるがいい。抵抗はするな。お前の負けだ、コナン。さすがにやるわね。だが、私はただの時間稼ぎ。なんだと？
あなたの相手は彼がやる。ついに対面の時というわけか。この先に奴がいる。おそらく激しい戦いになるだろう。だが、さて、行くか。